プレマップ、こんなに可愛い人がプレマップ。これは連続テレビ小説チュラさん第14週80回のシーン22から始まる病院廊下の場面。好きって伝えるだけでこんなにエネルギー使うのかっていうぐらい、もうすごい緊張して。沖縄の小さな島で生まれてから24年、エリは今ありったけの勇気を振り絞ろうとしています。私はすごく今のフミヤ君が好きですって。11歳のエリのその後の人生を決めてしまった上村フミヤ。この好きですっていうことだけを伝えたいんですよ。やめろよバーカブース。あんなに無邪気だったのに今はフミヤがとても遠く感じるエリ。本当にドキドキしたし。ああエリどうしたの。あれは誰にでもある初恋で、私さいつまでもこだわる自分がおかしいのか。お芝居とはいえなんでこんなにドキドキしてるんだろうっていう自分にも驚いたし。無人島でさ和也君とした約束覚えてる。お前たちさいつか結婚しろよ。覚えてるよ。いつか大人になったら必ず結婚しようね。ずっと信じてた。ごめんフミヤ君責めてるんじゃないよ。このシーンフミヤにはほとんどセリフがなくひたすら喋るエリ。不思議とあの長いセリフ間違わなかったんですよね。もうセリフじゃなくて私がそのまま思ったことをフミヤ君に伝えてるっていう感じがして。フミヤ君が東京帰るとき私にスーパーボールくれたでしょ。フミヤに会いたくて受験で上京した18歳のエリ。あれ私ずっと大事に大事に持ってた。新宿の雑踏で偶然すれ違った2人。あのキラキラ光るスーパーボール見てるとさ、受験に失敗後家出をして始めた東京の生活。フミヤ君と心がつながってるって思えて。やがて看護婦に人生の目標を見出したエリ。それだけで幸せな気持ちになれて。フミヤ君でしょ。思いがけないフミヤとの7年ぶりの再会。やっぱり私とフミヤ君は運命で結ばれてるんだなって。でも分かった。大人になったら結婚しようって。結婚すんの。だって小学校の時の話だよ。今のフミヤ君の中には私はいないんだなって。あの上村の初恋の人ってさ。私何話してるんだかもうめちゃくちゃだね。上村のこと追ってきたんじゃないの。でもさあなたみたいな人に私負けるのだけは納得できないな。やっぱりフミヤ君が好きで。国中さんはこんな風に人を好きになったことありますか。中学校の時はありましたね。どんどん好きになってしまって諦めようとしたけど。すごく悲しかったんですよねあのセリフ。でも同情して受け止められてはダメなので諦めようとしたけど素直にささっと言ったんですけどね。あの時おばあにさ初恋はね実らんでもいい。実らなくてもいいって言われて。でも今のままじゃ今のままではいい思い出にならんかもしれんよ。そう言われてフミヤ君の顔が見れないんですよね。困ってるって分かるから気持ちもなんか伝わってくるんですよね顔を見てると。今のままじゃなんか私ダメで。エリー頑張って。全然ダメで。頑張れ。だからエリーぶつかってごらん。聞いてだけもらいたくて。乗り越えなさい。フミヤ君のことが大好きです。もう言い終わった後なんかすごい力が抜けて、ああダメだ本当に好きだって思って。ごめんなさい。難しかったですね。もうフミヤ君の顔を見ると涙が出ていきそうだったので。心の傷を癒しにマリアとふるさとの小浜島を訪ねるエリ。ねえねえはずっと約束信じてたんだよ。一方ケイタスと再会するフミヤ。和也くん、ねえねえバカだって分かってるよ。約束。バカでも俺のねえねえは世界一なんだからな。守れなかったさ。ねえねえ傷つけるやつはたとえあんただって許せないんだよ。ここでしたんだ結婚の約束。でも今さバカですかね。私はものすごくバカなことしてみたい。エリー、なんかすごい夢みたいな展開になっちゃいました。夢なんですか。違います。本当本当。じゃあ自分のほっぺつねってみて。いた。本当だ、はい、ということでこれからチュラさんますます面白くなります。ぜひお見逃しなく。